メカドラゴン自体すごい動くので、こんな感じでめちゃくちゃかっこいいポーズも決まります。これ自分で作って言うのもあれなんですけど、めっちゃかっこいい。はい。皆さんこんにちは。重症レゴビルドヒューイヤー。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタースーパーロボットの続きになります。前回の動画でこちらのスーパーロボットを組み立てました。こちらのスーパーロボットは文句なしでめちゃくちゃかっこよくてとても良かったです。今回の動画はこちらのメカドラゴンを組み立てます。スーパーロボットの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではメカドラゴンを組み立てます。完成！メカドラゴンです。おお、このメカドラゴンなんですけど、個人的に思ってたより大きくて、造形もかっこよくて僕は好きです。はい、全体をぐるっと見ると、こんな感じです。メカドラゴンの配色は黒色と黄色とシアン色がベースになってます。はい、じゃあ近づいてみましょう。まずこちらが頭部です。メカドラゴンの頭部が機械的な造形でめちゃくちゃかっこいいです。横から見るとこんな感じで、目は黄色のクリアパーツになっていて、このパーツはおそらく口かヒゲを再現しています。はい、続いて胴体はこのようになっていて、胴体の腕はこんな感じで2パーツだけなんですけど、しっかりドラゴンの爪を再現しています。そして羽はこのようになっていて、なんか今回のメカドラゴンの羽結構変わった形してますね。もしかしてなんですけど、ここからジェットバーナーが出たりいやでもなんか面白いな。ちなみに上から見るとこんな感じです。背中はこのようになっていて、背中の造形は結構シンプルです。はい、そして足はこのようになってます。メカドラゴンの足も少ないパーツでよく作られています。はい、そして尻尾はこのようになっていて、尻尾の造形についてはまあ手抜きっちゃ手抜きですね。ここをもうちょっとパーツつけて欲しかったなって思います。はい、それではこちらのメカドラゴンの可動範囲について説明します。今回のメカドラゴンも前回のスーパーロボットと一緒で、ボールジョイントがめちゃくちゃ使われていますので、かなり動きます。まず頭部がこのように回転して、ちなみにこれ口開かないんですよね。ちょっとそこが残念かなって思います。続いて腕はこんな感じでヒンジで動きます。羽はこんな感じでボールジョイントで回転します。足はこことここがボールジョイントになってますので、こんな感じでグリグリと動きます。ここはここがボールジョイントになっていて、それ以外はヒンジになってます。なのでこんな感じで結構動きます。可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることもできます。メカドラゴン自体すごい動くので、こんな感じでめちゃくちゃかっこいいポーズも決まります。いや、さすがレゴクリエイタースーパーロボットですね。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あ、なんか大きさ的にミニフィグ3体分はありますね。あ、これミニフィグ乗せられそうですね。ちょっと後でやってみようと思います。はい、では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、なんかこれもレゴマリオが乗ってもなんか違和感ないかもしれないちなみに大きさ的にレゴマリオ、そうですね、1.5 体分はあります。では最後はこちら、よっと、前回組み立てたスーパーロボットと並べるとこんな感じです。なんかこれ並べるとスーパーロボットの相棒ロボみたいな感じになるな配色的にこの2体はやっぱ似てますね。はい、ちなみにメカドラゴンで余ったパーツはこれです。もう多いなレゴクリエイターの2個目3個目って1個目と比べて余りパーツめちゃくちゃあるんですけど、今回のメカドラゴンについては赤色要素がないので、余りパーツも赤色がめちゃめちゃ多かったです。じゃあこのメカドラゴンにミニフィグを乗せますと言いたいとこなんですけど、これ背中パーツがあるので、なのでここを2個外します。そ
するとミニフィグが乗れますので、ここにミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せてみるとこんな感じです。あー、なんか大きさ的にミニフィグサイズっちゃサイズですね。あ、なんかこれすごいありかも。僕個人的なんですけど、マジレンジャーのマジドラゴンとマジフェニックスを思い出します。じゃあレゴマリオ乗せましょう。ちなみにレゴマリオ乗せるときはもう一個外します。じゃあ乗せます。よっと、はい、レゴマリオを乗せてみるとこんな感じです。あー、なんかメカドラゴンがもうちょっと大きかったらマリオのサイズに合うんですけどね。ちょっと個人的にここは惜しいかな。じゃあ最後にスーパーロボットを乗せたいと思ったんですけど、あー、ちょっとこれ無理があるかも。あーこれはメカドラゴンにスーパーロボットは乗せられないですね。では今からここからメカドラゴンをスーパーロボットに合体させようと思います。変形合体でよくあるこういったサポートメカが1号ロボに武装するような感じです。じゃあ一回やってみようと思います。まずこのスーパーロボットのこの赤いパーツを一回外します。反対側も同じです。はい、これでスーパーロボットの準備は完了です。続いてはメカドラゴンです。まずこのメカドラゴンの羽の黒いパーツを取ります。反対側も一緒です。続いてこの背中のパーツを全部外します。そしたら羽を取って頭を取って足も取ります。はい、メカドラゴンの変形準備はこれで終わりです。では合体させます。まずスーパーロボットのこの部分にメカドラゴンの足をセットします。そして足をこのように回転して前に倒します。はい、するとこんな感じで綺麗にまとまります。反対側も合体させます。はい、足の合体はこれで終わりです。続いてはこの拳にドラゴンの羽をつけます。反対側も一緒です。はい、こちらが武器になります。続いて背中に胴体をセットします。そして最後にドラゴンの頭を胸パーツと合体すれば、はい、完成、スーパーロボットメカドラゴン武装状態です。はい、こんな感じでメカドラゴンをスーパーロボットに合体させてみました。これね、もうパッと見これスーパーロボットにメカドラゴンが合体したって分かりますね。これ自分で作って言うのもあれなんですけど、めっちゃかっこいい。はい。いや、今回のレゴクリエイタースーパーロボめちゃめちゃ楽しいな。あ、横から見るとこんな感じで今回めちゃくちゃ綺麗にまとまっています。続いて後ろはこのようになってます。今回背中に持ってきたパーツはドラゴンの胴体だけなので結構しっかり収まっています。はい、こんな感じでめちゃくちゃダイナミックなポーズもすごい決まります。いや、これはね、合体させて大正解だと思います。いや、これは次に組み立てるジェット機にも絶対にやります。ちなみにこの合体で余ったパーツは全部でこれだけなんですけど、こういったところに先ほどのパーツをつけてちょっとかっこよくするのもありだと思います。はい、レゴクリエイタースーパーロボットのメカドラゴンはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースーパーロボットのメカドラゴンを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたメカドラゴンなんですけど、思ってたより大きくてめちゃくちゃかっこよかったです。今回組み立てたメカドラゴンなんですけど、今まで組み立ててきたレゴクリエイターのドラゴンや他のシリーズのドラゴンと違って結構変わった形をしているのがとても面白いと思いました。で、配色も黒色基調で黄色とシアン色があってめちゃくちゃかっこいいと思いました。先ほど見せたスーパーロボット合体して遊ぶのもすごくいいと思います。これは次に作るジェット機もめちゃくちゃ楽しみです。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではこちらのジェット機を組み立てます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならイエーイ。